ジョセフ・オブライエンはアイルランドの元騎手であり、現在は調教師。父は世界的調教師の英ン・オブライエン。弟は元騎手のドナカ・オブライエン。騎手としては極めて珍しい180センチメートルを超える高身長の持ち主で、父の厩舎の主戦として若くして数々の大レースを制するも、原料区によって22歳で調教師に転身している。 2009年に16歳で騎手デビューし、翌2010年にはアイルランドの見習い騎手チャンピオンの座に輝く。2011年にはローデリック・オコナーでアイリッシュ2000ギニーを制し、クラシック初制覇。同レースは2013年まで3連覇を達成している。2012年にはキャメロットとのコンビで A2000 ギニーと A ダービーを制覇し、ニジンスキー以来となる。 イギリスクラシック三冠が期待されたが、セントレジャーでは惜しくも2着に敗れた。同年はアイルランドでリーディングジョッキーとなり、翌2013年にはマイケル・キネエンが保持していた、従来の記録を更新する126勝を記録して2年連続のアイルランドリーディングに輝いている。2014年にはオーストラリアで自身2度目の A ダービー制覇を果たした。しかし、 2015年のシーズンは、超新機種の宿命である原料区により、機場数が減少。一方で調教師転身の準備を進め、10月には、障害競争の調教師免許を取得した。2016年3月、22歳の若さで機種を引退して調教師業に専念することが発表された。2016年4月に、平地の調教師免許を取得し、 約70頭の管理場と共に調教師としてのスタートを切った。2018年には自身が主戦を務めたキャメロット3区の初年度3区、ラトローブで調教師として初めてアイリッシュダービーを制覇した。キャメロットにとってはこの勝利が3区発の GI タイトルであった。2019年11月2日、管理場のイリデッサでブリーダーズカップフィリーメアダーフを制覇。 騎手時代の2011年にセントニコラスは B ・アビーでブリーダーズカップターフを制しておりフレディ・ヘッドに次いで史上二人目の騎手長教師でのブリーダーズカップ制覇を達成した。主な勝ち倉主な勝ち倉。ありがとうございます。